これから、小池知事の記者テレビ記者会見を始めます。冒頭知事よりお願いします。今日は2点お伝えをしてまいります。まず新型コロナウイルスの感染症対策であります。昨日モニタリング会議で、感染状況、医療提供体制、それぞれ、共に変わっておりません。最高レベル赤であります。で、新規陽性者数の7日間平均ですが、皆さんご協力いただいて、減っては来ております。ただ依然として高い値、そして入院患者数、重症患者数、これも通常医療がまだ制限される水準であるとして厳しい状況が続いている。このような分析を専門家の皆様方にからいただいたところであります。で、昨日ですけれども、おとといですね、埼玉、千葉、神奈川の1都3県の知事、テレビ会議を行いました。で、それによってその意見交換を通じて、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置と違いますけれども、それぞれの措置を延長するということで国へ要望を出したところであります。先ほど分科会で、それぞれ の宣言、そして措置がですね、延長、またはその地域によって違いますけれども、東京については緊急事態宣言の延長が分科会で認められたという報道がございました。そしてこれから国で手続きが進められているということになりますので、このあとそれらの手続きを踏まえて、この決定を受けまして都としての今後の対策など今日の夜に改めてお示しをいたしますので、この会見につきましてはそれ以外のことでお話しお伝えをしてまいりたいと思います。ただコロナの流行主体がですね、感染力の強い N501Y 変異株に置き換わっていること、そのために新規陽性者数の減少に時間がかかっているという認識、これはまずベースにありますし、またインドで流行しております L452R 変異株でございますけれども、これについても今ほぼ置き換わったと言われている N501Y 変異株よりも 1.5 倍以上感染力が強いとの報告もございまして、変異株への最大限の注意が必要である、この認識に立っているわけであります。で、都内の人流についてもいつものように東京都医学総合研究所の西田先生からご報告いただきまして、ゴールデンウィーク後がですね、この昼夜を問わず、再び増加しているとの報告をいただいております。で、かつこのまま増加が続きますと早い段階でリバウンドする可能性が高い、こういったご指摘をいただいております。こうした点を踏まえまして、改めて皆様にはですね、これまでいろいろなご協力いただいておりますことに、まずは感謝を申し上げると同時に、改めて皆様方には外出自粛、そして都県境を超える移動の控え、そして基本的な感染防止策の徹底、これらをお願いを申し上げます。で、これまでコロナに感染された方々の意見、体験談なども伺ってまいりました。まさか自分が感染するとは思ってなかったっていうのが大体枕言葉のように伺うわけであります。そういった中で体験した人だからこそ伝えられるメッセージもいただいてまいっております。で、今回はですね、横浜 DeNA ベイスターズの元監督で、野球評論家で皆さんご存知の中畑清さんと対談もいたしております。中畑さんからこと、中畑さんちなみにこの3月に感染されまして入院、そして回復ということで、ご自身がですね、実際にコロナを体験したということで、ちょっとこちらの動画をご覧ください。人に感染させてしまうことの怖さっていうことの、その一人じゃ済まないんだよ。そうですね。もう一人一人の中でどれだけ家族やそれから周りの人に迷惑をかけていくかっていう怖さっていうね、それを教えてあげたいなとは思いますね。今日の最大のメッセージですよね、それは。
はい、ということで中畑清さんも自らの体験を踏まえて自分のことだけでなく人にどういうことをどういう感染させないするためにはどうするのかなど、まあ、非常に中畑語で語っていただいたところであります。これは東京動画に掲載しておりますのでご覧いただければと思います。まあ、感染リスクを避ける行動というのは自分の身だけではありません。他の人、そしてまた社会を守ることにもつながるということを強調していただいている。まさにこれはポイントになろうかと思います。で、ぜひ日々の感染防止対策振り返って、そして例えばですね、この間先日も各先生から改めてこのマスクのつけ方確認してねというそのポイントについてもお話を伺いました。隙間を作らないようにすると、まあ、インド株というのが英国株よりもさらに強いということなので基本を守ると言いながらその基本の基本を確認をしていただきたいということであります。それからワクチンであります。まあ、ゲームチェンジャーとなるワクチンの接種についてこれについてはコロナを抑え込んでいくために有効な手段であること今改めて申し上げるものもないかと思いますけれども、まあ、都としてもこのワクチン接種についてあらゆる方策の可能性を探っているところでございます。で、今朝ほどですね東京都の看護協会、山本会長と意見交換を行わせていただきました。都が実施をしております、実施をすることといたしております築地での大規模な接種にあたりましては、潜在看護師、まあ、一旦仕事を離れておられるもしくはもう退職されたなどなど、看護師さんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃるわけでそういった方々にご参画いただいて、そして接種に携わって今度接種そのものにも携わっていただく歯科医師の方々に対してはですね筋肉注射などの実技研修へのお力添えなどワクチン接種と接種の担い手の確保とこの両面からのご協力をお願いをしたところでございます。で引き続き関係団体そして区市町村ともしっかり連携してまいりましてこのワクチン接種を加速していく考えであります。さて今週に入りまして、まあ、もう梅雨のようなお天気でありますけれども一方で夏日が多くなっております。そうすると蒸し暑い時期になってこのマスクっていうのはなかなかですね皆さんも苦労されていると思いますけれども今度はそれにマスクに熱中症対策ということもそろそろ考えなければなりません。で気温と湿度が高い中でのマスクの着用それから脱水などを引き起こすということもあります。でこの熱中症の恐れが増すこと大変これからの季節特に気をつけていかなければならない。まあ、このような場合はですね喉の渇きを覚える前に水分補給をこまめに行うことそれから熱中症っていうのは屋外で起こりがちだとついつい思ってしまうんですけど実際は違うんですね。東京消防庁によりますと昨年の熱中症の発生場所のトップがですね、なんと自宅というか住まいでその数4割以上占めているということです。屋内で過ごす場合はですねどうぞエアコン扇風機など適切に活用してください。そして窓を開けてください。そして室内の風通しを良くするということでまあこちらも密ですね密閉を回避していただくそれを注意していただきまたこまめに温度の方も調節することをお願いをいたします。まあ、感染症対策をしながらの熱中症対策でダブルになりますけれどもどうぞご自分の健康やまたコロナに対しての予防それにお努めいただきたいと存じます。緊急事態宣言下で、長期にわたって、ご負担をおかけをいたしております、都民の皆様、事業者の皆様それぞれに負担をおかけしております。医療従事者の皆様方の現場における、ご尽力にも改めて、感謝を申し上げたいと思います。そして、今回、今日この後正式に決定されますこの緊急事態宣言の延長それに伴う措置についてご説明もさせていただき夕方またお知らせしますけれども後ほどお伝えをさせていただきます。これが1点目です。次
新しい多摩の振興プランの草案ができましたので、こちらの方のお知らせであります。自然災害が激甚化しています。そしてコロナ禍でのデジタルシフトが加速をしております。で、社会経済状況も本当に大きく変化をしている。これを踏まえまして、これからの3カ年で都が実施する取り組みを中心に多摩に特化した視点での取りまとめであります。で、この草案ではサステナブルリカバリーの観点からですね、より良い多摩の実現に向けて2つの方向性を示しております。で、1つ目ですけれども、こちらにありますように、大きな社会の変革をさらなる発展のチャンスへつなげること。コロナ禍というのは新しい働き方へのですね、転換など、多摩地域にとりましてはですね、この都心へのお勤めではなく、そのお住まいになっておられるところでのですね、テレワークなどという、そういう働き方の変化が一番生じるところでもあります。この点が、これをですね、うまく契機として取り組みを進めていくという点が一つで、2点目ですけれども、多摩のポテンシャルを伸ばすとともに課題を解決するということであります。で、多摩地域は言うまでもありません、豊かな自然に囲まれております。都市へのアクセスも大変いい、こういった中で多様な産業が集積をしているところであります。これらがですね、魅力のアセットとしてすでにある、ここにですね、一層の磨きをかけていくというものであります。で、具体的には多摩で働きながら子育てができる環境など、これを整備をする。そのためのテレワークの導入支援、それからサテライトオフィスですね、その設置補助などを進めてまいります。加えてデジタルトランスフォーメーションを DX ですけれども推進をする。例えば多摩地域で東京型のスマート農業の取り組みを進めて、多摩の産業、多摩産の農産物の品質の向上を図っていく。また安全安心な多摩の暮らしを守るということで、河川の護岸であるとか調節池の整備による豪雨対策、これらを実施するなど、各分野での取り組みを加速させてまいります。で、こちらのこの案であり、ご意見を皆様方から募っております。6月25日まででございまして、こういったお寄せいただいたご意見も参考にしながら、今年の9月を目途にしまして、この新しい多摩の振興プラン、こちら多摩ちゃんじゃなくてたまらんにゃんがキャラですけれども、これらのアイテムを詰めて、新しい多摩の振興プラン仮称ですけれども、これを策定をしてまいるということでございます。以上、私から2点お伝えをいたしました。5月幹事社の NHK の成沢です。幹事社から冒頭3問質問させていただきます。まず1点目なんですけれども、緊急事態宣言の再延長に絡む話について伺います。詳細は今夜改めて示されるということなんですけれども、その中でも1点質問いたします。現在の映画館やですね、百貨店なんですけれども、こちらは都の休業要請の対象になっていると思います。再延長された後の都の緊急事態措置では、今行っている休業要請を例えば時短要請にしたりとかですね、休業要請の曜日を限定的にしたりするなど、何らかの変更を行う方向なんでしょうか。まずこの点をお聞かせください。改めて申し上げますけれども、本当にこの間も緊急事態宣言下におきまして、東京都が行っている措置に対して皆様方ご協力をいただいております。そのことに深く感謝を申し上げたい。また大変なご負担をいただいております。これらのご協力については感謝を申し上げます。ただ先ほどから申し上げてますように、依然としてですね、新規の陽性者数が激減するというモードにはまだ入っていないわけであります。それに加えて、流行の主体がですね、より感染力が強い、変異株、501から452ということも増えていると
ということを考えますとですね、感染の再拡大が危惧される、状況にあるわけでございます。よって引き続き人流の抑制や感染防止対策の徹底ということが必要と考えておりまして、具体的な内容については、措置の内容については、今、国の手続きが行われ、そしてこのあと、その決定を受けて、都におけます具体的な措置を今夜、お伝えをしたいと考えております。2点目なんですけれども、東京オリンピック・パラリンピックについて伺います。今回の緊急事態宣言の再延長されますと、期限がこの6月20日ということになる見通しです。こちらの日にちはですね、東京オリンピック開幕のおよそ1ヶ月前ということになると思います。観客の上限や無観客にするかどうかといった方針についてはですね、6月中に打ち出される予定ですが、知事としては緊急事態宣言が出ている間は観客の上限や無観客にするかどうかの判断をすることはできないという認識なのか、それとも宣言が出ていてもそうした判断は可能だという認識なのか、それについて伺います。今のご質問、観客数の上限などの考え方だと思いますけれども、今、国内のスポーツイベントをやっておりますよね。で、これらの上限の規制の中で、それぞれお守りいただいているわけでございます。これがまず基本になりますが、タイミングとしてはこの6月に決めることになろうかと思います。具体的にいつ頃というのは、それぞれ、組織委員会や国、IOC 等との連携ということになるかと思います。幹事社から3点目、最後の質問になりますが、こちらも東京オリンピック・パラリンピックに関連する話なんですが、大会開催にあたってですね、東京都が実施するパブリックビューイングの会場の樹木の選定がですね、代々木公園で始まっております。オリンピック中止を求める声などもある中で、人を集めるイベントのために緑を減らす作業に疑問も出ていまして、ネットでは反対署名なども広がっているといいます。都内各地のパブリックビューイングは人の流れを増やす要因にもなるのではないかといった指摘もありますが、こうした状況について知事の受け止め、そして今後の都の対応をお聞かせいただけますでしょうか。まず何よりも今コロナ対策ということをもう集中して、今回延長が決まりましたならば、さまざまな観点からの措置を行うことといたしているわけでございます。今回の作業ですけれども、公園管理者、普段から樹木の管理を担っている専門業者などと相談した上での実施と聞いております。そしてまたライブサイトの設営準備における安全の確保という点での今回の作業となっているわけでございまして、樹木これらについてですね、さまざまな観点からまずコロナ対策、そしてその上で、この来場者数をどうするのか、それから事前の申し込み制にするなどなど、いろんな工夫をしながらこのライブサイトの運営ということにつながってくるかと思います。それによって、無料で競技の中継を観覧するということなどにもつながっていくかと思いますけれども、まずは現在のコロナ対策をしっかりと進めていくということは言うまでもなく、今回の延長の期間を最大生かしながら進めていくことになろうかと思っております。幹事社から以上です。各社の質問に移りたいと思います。質問を希望される方は挙手の上、知事の指名を受けてから社名と名前を名乗った上でお願いします。ではお願いします。東京新聞の小倉です。よろしくお願いします。知事が特別顧問をされている都議会の都民ファーストの会が先ほど幹事長名で東京五輪についての談話を発表しました。いわく都内の感染状況が厳しい中で再延期を含むあらゆる選択肢を視野に入れるべきだと、状況によっては大会の在り方そのものを検討するという内容でして、中止も視野に入っていると取れる内容だと思います。安全安心な大会の開催という知事の意向とは若干の差というかズレがあると思いますけれども、ご見解受け止めをお願いいたします。
安全で安心な大会をということについては全くずれはないと考えております。思いは同じかと思います。そしてそれをいかにして実行していくかのためにも今回 の、 あの緊急事態宣言の決定を受けての対応をしたいと考えております。朝日新聞の梅澤です。緊急事態宣言の延長に関することで大きく2点伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まず1点目なんですけれども、緊急事態宣言の延長を相次いでいます。感染者が下がりきらないという状況は先ほど知事もおっしゃった通りなんですけれども、要請措置の内容などですね、感染が抑え込めてないことについて東京都としての反省点とか課題に感じているところっていうのはどういうところになりますでしょうか。そうですね、延長が続いて、皆さんがですね、もう他の人も出ているしというような、そういう空気もできていることもあろうかと思います。そしてまたご協力をいただいている事業者の皆様方も非常に厳しいということもありましょう。そういったことが相まって、この感染者数の抑えきれてない、それに加えてやはり変異株の問題というのはこれから大いに注目というか注意していかなければならない。先に変異株が N501Y の方ですけれども、先に感染が広がった関西の方もですね、ある時期非常にそこを抑える部分も苦労されていた、そういったことも見ながら、今回東京とすればできるだけ早めに措置を取ったことについてはですね、第3波を超えることなく今の状況だ。ただ一方で下がりきっていないという現実もある。それらのことについては対策をですね、どのようにして効果的にしていくのか、そしてまたさまざまもうガイドラインに従って努力もされておられるところもある、そういったところも勘案しながらこの後の措置を決めていきたいと考えております。ありがとうございます。もう1点なんですが、前回延長要請を行った際には知事は措置の内容をとても緩める状況にはないっていうふうに明言されていたんですけれども、今その状況についてはどういうふうに考えてらっしゃるかということと、あと昨日、公明党や都民ファーストの会からは映画館に対する要請内容を緩めてほしいというような要望もありました。人流を抑えていかなきゃいけないという思いとはまた別に、ある程度そろそろ経済を動かしていかなきゃいけない、そういうような思いもあるのでしょうか。この辺についてご説明いただけますでしょうか。それらについては夜また改めて措置として皆様方にお伝えしたいと思います。はい、ありがとうございました。読売新聞社の菅原です。よろしくお願いいたします。今日 の、 先ほど の、 都民ファーストさんの陳情 の、 談話の関係にもあるんですけども、今日の都議会の文教委員会では中止を求めるその陳情というのも採択される予定で、一部会派は陳情に賛成するものと思われます。改めて知事はその中止や延期の必要性をどのように考えられるのかという点とですね、またさらに1年延期ってなると、会場や選手村の確保の問題に加えてアスリートのモチベーションの維持などさまざま課題もあるかと思います。再延期というのはそもそも、可能な選択肢なのかどうか、そこら辺を伺えればと思います。先ほど東京新聞さんの質問にお答えもしましたけれども、私まだその幹事長談話なるものを正確には最後まで拝見しておりません。ただ今ご質問の中にあったような趣旨であるならば、それは安全安心な大会を開催するという点で、変わりがないということから、齟齬がないということを申し上げたわけであります。それから、議会の動きはそれぞれ議会の皆様方のお考えで進めておられる。さっきの会派 の談話も同じことであります。それらのことについてはどういう流れになっているのか、改めて今私の方は情報ございませんので、それについては議会の判断ということだと思います。再延期の可能性の部分についてはいかがでしょうか。基本的には
大会は全く異なると思います。アスリートそのものも変わってくると思いますので、その点については別物と考えた方がいいのではないでしょうか。すみません、東京新聞の岡本です。オリンピックについて伺います。先日 IOC のコーツ委員長が緊急事態宣言下でも大会を開催できるというお考えを示されましたけれども、知事としても宣言下であっても大会の開催は可能だというふうにお考えでしょうか。基本的にコーツ委員長がおっしゃったのは、緊急事態宣言下でテストイベントも多々開かれて、おりました。でそれによってですね、スムーズにテストイベントが行われたという事実に基づいておっしゃっているかと思います。一方でファクトブックなどもですね、さまざまなアドバイスも、新しいアドバイスも加えて、このあとブラッシュアップされるものになっていくわけでありまして、でそれらのことを踏まえて水際対策ですね、ここはもう国の責任でしっかりやってもらわないといけません。そしてまたこれまでの各種の国際大会が日本以外でも開かれていて、そしてそういった方々はIF、NF、それぞれそういった国際大会の、コロナ禍における国際大会の参加の仕方と行動の規範ということについては、熟知された人が基本的にそういった方々になるということも含めて、交通委員長はお話しされたのではないかなというふうに思っております。現実的に今も国際大会さまざま開かれております。それに加えて、ワクチン接種であるとか、それからメディアの方を含めて、どういう行動をされるのかといったようなさまざまなルール、これらをお守りいただくと、アクレリにも関係してきますので、それらについてのルール設定、そしてそれを守っていただくということがベースのお答えだったのではないかというふうに考えております。知事も基本的にはそういう対策をしっかり取った上であれば、開催はする方法はあるのではないかというふうにお考え、同じようにお考えていらっしゃると。しっかりと安全安心を守っていける大会にしていく、それがまずベースだと考えております。先ほど延期について別のものの大会になるというふうにおっしゃいましたけれども、それは難しいのではないかというふうに考えているということでいいでしょうか。そうですね、基本的には難しいと思います。私ウェイトリフティングの会長やっておりました。そうすると毎回選手の方は4年に1回の体調をそこに合わせられるんですね。で今回1年延長されたことによって、モチベーションから体力維持からありとあらゆることを設定しなくてはいけない。ましてや床からスナッチって言うんですけれども、上にピューッと上げる競技、これ約 1.5 秒なんですね。そこに 4年間かけておられるところにプラス1年ということになりますと、選手そのものが変わってきてしまうということで、その意味で別物ということを申し上げたのは、私のその NF の長を名誉職というよりも、私かなり本当にみんなに頑張れという思いで応援してきましたので、逆にその選手の思いというのはよく分かって、またコーチ監督もそういうことでずっとタイミングを考えながらやっておられる。でまた国際大会に行くときは今回のルールブックにあるようなことをみんな守ってやっているということであります。でいずれにしましても選手が変わってしまうというのは、そういう意味で別物だと思います。以上です。本日の記者会見は終了いたしました。ありがとうございました。記者会見終了してございます。ご協力ありがとうございました。本日の記者会見は終了しております。ご協力